肥後銀行、株式会社肥後銀行、肥後銀行、A 商、ザ肥後バンク、LTD は、熊本県熊本市に本店を置く、地方銀行、熊本県の指定金融機関である、通称、小江銀、肥後銀。第135国立銀行として創業した、熊本県屈市の金融機関であり、県内でのシェア、メインバンクと認識している、企業数は、 ほぼ6割にも達し、その数値は近年増加している。2010年から2013年の帝国データバンク指標の比較による。経営は安定しており、自己資本比率は13.07%、国内基準にも達する。不良再建比率も九州では福岡銀行に次いで低い。また、県内における売上高が大きい企業の多くが都市銀行。 もしくは同行と取引している。だが、その一方で、財務基盤の厚さと、県内における屈指の企業であることから、殿様商売になりがちであることが批判されている。2014年11月、鹿児島銀行と経営統合する方針で交渉を進めていると報じられ、同11月10日、経営統合に向け協議、検討を進めることで、基本合意したと発表した。 2015年10月1日、両校は共同金融持株会社である九州フィナンシャルグループを設立し参加に入った。本店が老朽化したため、総工費100億円を投じ新本店ビルの建設が進められ、2015年5月7日から新社屋での業務が開始された。ブランドスローガンは、ブローヤル未来のために。熊本県内のほか。 福岡県内には福岡市中央区と博多区、北九州市、久留米市、大牟田市に各一店舗を構える。その他九州内では長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市にも各一店舗を構える。九州外では東京都中央区と大阪市中央区に各一店舗を構える。そのうち北九州、久留米、宮崎と九州外の店舗は 空中店舗となっており、久留米、宮崎、大阪の各支店には ATM が設置されていない。熊本県内には支店のほか本店、上通支店、学園大通支店に、肥後銀行フィナンシャルプラザを、水道町支店、八代支店、荒尾中央支店、県外では福岡支店に個人総合コンサルティングプラザを開設している。熊本県、および、 熊本市、県内、第二の都市である八大市のほかたばな市、荒尾市、天草市、宇都市、水俣市、人吉市、他県内の多くの自治体の指定金融機関を受託している。特に、熊本市では、政令指定都市以降に合わせて、熊本市役所内に開設された、本店営業部熊本市役所出張所が、熊本市役所支店に昇格した。 2013年6月12日、前年10月に過労自殺で亡くなった同行行員の遺族により、熊本地方裁判所に損害賠償訴訟を起こされた。なお、この件に対し、熊本労働基準監督署から、労働基準法違反、過重労働で役員ら3人が書類送検された。同年11月、熊本区県が同法違反で、肥後銀を、 熊本関西に略式起訴した。その後同関西は罰金20万円の略式命令を出し、同行は罰金を納付をした。また、同容疑で書類送検された取締役執行役員らは、権威不十分で不起訴、起訴猶予処分とされた。これを受け害と踊取が記者会見を開き、席上謝罪した上で、 自身の月額報酬を30%カットするなど、関係者の処分を明らかにしたほか、本店、支店すべての部屋に監視カメラを設置するなどの、ロームリ対策を実施することを表明した。2014年7月18日、過労自殺で、肥後銀に損害賠償を求めた訴訟で、同行は当初の主張を撤回し、自殺と長時間労働の因果関係を認め決心し、 熊本地裁は、同年10月17日、銀行が過重な長時間労働に従事させた結果、行員はうつ病を発症し自殺した。注意義務を怠ったとし、銀行に約1億3000万円の支払いを命じる、判決を言い渡した。判決を受け、肥後銀は、コンプライアンス意識の徹底並びに、適切な労働時間管理体制の強化について、 全役職員一丸となって取り組んでいるが、今後、小一層安全な労働環境の構築に努めていくとするコメントを公表した。なお、同行は控訴しない方針である。その後、自殺した男性の妻で、同銀行の株主である女性が、株主としての立場で、当時の役員らに対し損害賠償を求め、同行に提訴するよう要求したが受け入れられず、 このため女性は2016年9月7日に同行を相手取り、当時の役員らに同行への損害賠償を求める株主代表訴訟を熊本地裁に起こした。2013年3月22日、同行行員に対し残業代や休日出勤手当、契約3億円の不払いが発覚19日に支給したと公表した。1925年、 大正14年、日後共同銀行が設立され、それから2年後に、昭和恐慌が起きた。もともと前身の産業とも、不良債権を抱えており、それを焼却するため、資金不足に陥った。そこで、増資の引き受けを安田銀行に求めたことが、安田財閥との関係の端緒となった。以後、日後銀は2代から4代までの頭取りを安田家から迎えた。また、 現在も研修派遣等の受け入れで、水保フィナンシャルグループとは、親密な関係にある。戦前に存在した、第六国立銀行を前身とするヒゴ銀行とは、直接は、無関係であるが、この銀行は後に、安田系銀行大合同に伴い、安田銀行の熊本県及び、鹿児島県内の店舗となった。また、一部の整理店舗の受け皿として、 当の日語共同銀行に譲渡されたケースも存在した。日語銀の ATM では、九州 ATM ネットワークにより、福岡銀行、地下方銀行、佐賀銀行、十八銀行、新和銀行、大分銀行、宮崎銀行,銀行、鹿児島銀行、西日本シティ銀行のカードによる出金について、自項扱いとなる。同行は、コンビニ ATM に関しては、 セブン銀行のみと提携していたが、これに加えて2007年、平成19年11月5日には、EE ネットローソン ATM とも提携し、サービスインした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。